石器時代、青銅器時代、で、鉄器時代。なんで鉄器が遅かったかっていうと、鉄を溶かすのは大変なんです。高い温度が必要なんで、空気を送り込む仕組みがですね、ないとできないと。で、この仕組みをですね、たたらとか、ふいごと言いまして、で、原始的な製鉄っていうのは、このたたら製鉄でやっていました。で、これだとですね、鉄は完全に溶けないんですね。まあ、赤くなって、ちょっと柔らかくなってくるという感じ。で、これを取り出して、ハンマーでこう叩いて、ね。これが鍛冶屋さんですね。で、どん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 、密度を高くして、薄くして、で、刀とか、あるいは農機具を作っていたと。これがですね、たたら製鉄と言います。中国では、漢の時代にですね、香炉ってものが作られています。で、これは何メーターもあるような、こう、筒状のレンガの塔を作って、風は水晶を使って送り込む。1500度になると、鉄は完全に溶けます。で、ドロドロになった鉄を取り出して、鋳型に入れて形を作ると、お寺の鐘とかですね、まあ、小さいものだったら鉄鍋みたいなものができますと。これが香炉ですね。ヨーロッパでは中世の後半から作られています。これ多分モンゴル経由で伝わったんだと思うんですけれども、よくわかっていません。やがて大砲が普及します。で、大砲はですね、まあ、初めは銅、青銅で作っていましたが、青銅はすぐ傷んじゃうので、鉄に変わっていくんですね。で、教会の鐘とか大砲をこれで作っていたということです。で、やがて産業革命で風を送り込む水車が今度は蒸気機関に変わります。三つ目が反射炉ですね。実は香炉の欠点がありまして、鉄鉱石と石炭を一緒にぶち込むんですよ。そうするとですね、その石炭の炭素ですね。炭素が鉄に混ざってしまって、鉄がですね、脆くなっちゃうんですよ。ですから、例えば大砲みたいなその衝撃を受けるものだと、これまずいですよね。破裂しちゃったりするんですよね。なので、もっとこう柔軟な鉄を作るためには、炭素を減らさなければいけないということで、これ18世紀に発明されたのが、この反射炉です。で、どうするかっていうと、石炭を燃やす部屋、これ火床と言います。それから、鉄を溶かす部屋、これをですね、分けるんですね。だから石炭がこう混ざらないようにすると。で、石炭をですね、バンバン燃やすと、その放射熱がですね、鉄の方に当たって、で、これを溶かすということで、だから反射炉というわけです。で、この技術、で、ヨーロッパはですね、どん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 その鉄の大砲を作っていくと。で、これが、長崎経由で日本に入ってきます。で、最初はですね、オランダ人の書いた、ロイク王立鉄大砲鋳造所における大砲鋳造法というですね、オランダ語の本が入ってきて、これをですね、日本の蘭学者たちがですね、競って翻訳をすると。で、たちまちですね、日本語になって、これが出版されて、もう、幕末にはですね、全国にこの製法が広まっていたということなんですね。これすごいですよね。ペリーがやってくる20年も前にですね、モリソン号事件っていうのがありまして、で、大体その頃から、いよいよ西洋人が襲ってくるということで、で、これ別に幕府の命令じゃなくて各藩がですね、独自にこの反射炉を作っていくんですね。なので反射炉っていうのは全国にあったんです。で、今もですね、見ることができるのがこの4つですね。佐賀藩の反射炉。これはもう実物はなくなっていてミニチュアとして再現されています。それから長州藩のものは煙突部分だけ当時のものが残っています。そして水戸藩。これは完全な復元です。そして、
当時のまま完全に残っている反射炉、唯一の反射炉がですね、これが伊豆の韮山の反射炉。で、これを作ったのが、幕府のですね、韮山代官の江川太郎左衛門秀達さんという方です。はい、これは先生有名ですよね。有名ですね。世界遺産の教科書に絶対載ってる。あ、そうですか。韮山反射炉です。ああ、今載ってるんですね。載ってると思います。あ、そうですか。はい、もうこれはここの伊豆半島全体を治めてたね、はい、江川太郎左衛門、太郎左衛門さん、秀達さんが、はい、今日午前中行った下田で最初この反射炉を作り始めたんですけど、本当は下田に作る予定だった、作りかけていたのが、作りかけていたのがあることがあって、そうそうそう、中心だったんです。それは何ですか。今日はペリー艦隊の水兵が、はい、散歩した時に見つけちゃったんですね、はい、でこれはまずいということで、 あまりこう目立たない場所に作ったのが韮山反射炉です、はい、つまり、国防のための大砲を作るための反射炉ですから、そうですね、アメリカにバレちゃまずいと、そういうことです要するにアメリカは当時日本の大砲がどれだけ の飛距離っていうのかな、持ってるかどうか調べてたので、はい、だから東京湾、江戸湾ね、はい、江戸湾に入るときに千葉川、富津とか、はい、それから今度はあれは神奈川の方からね、はい、大砲を撃って、うん、どこまで届くのという計算とか全部してましたから、うん、なるほど、だから真ん中を通れば江戸幕府の大砲の力では絶対に安全だというのが分かってたんですよ、はいはい、だからこういう大砲、高度な大砲を作ってるというのがバレると、うん、国防上まずいということで、うんうん、急いでこっちに作り直したみたいですね、うんうん、でこのね、韮山代官って何ですかということでね、韮山っていうのは伊豆の地名なんですよ。で、もともとここに住んでいた江川という武将がいたんですね。で、この江川さんはですね、初めは小田原北条氏に仕えていたんですが、徳川とつながっていてですね。で、まあ最終的に小田原北条氏を裏切ってですね、徳川の方に寝返ったんですよ。うん。なので、北条氏が滅んだ後も生き残って、で、その伊豆の領地をですね、安堵されたということで、で、しかも非常に、まあ優秀だということで、幕府の直轄領の管理を任される。これが代官ですね。最初はね、5000石、ぐらいだったそうですけれども、これがどん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 その、江川家の管理地が増えていってですね、この地図見るとすごいですね、伊豆半島から神奈川県の大部分、あと山梨県の一部、それから東京の多摩ですね、ここまでがこの韮山代官江川家の管轄地であったと。で、推定、10万石ぐらいのですね、もう大名クラスの力を持っていたということがわかります。で、代々太郎左衛門と名乗ってですね、で、その第34代が、この秀達さんです。で、もともと学問が好きで、特に蘭学に興味があり、有名な蘭学者のですね、渡辺崋山とか高野長英なんかのグループとも接触があり、うん。で、いよいよですね、異国船が来るっていうことで、どうしたらいいかと。どうやってその日本を守るかってことをですね、その蘭学者たちにアドバイスを受けてるんですね。モリソン号事件っていうのは、アメリカの捕鯨船が浦賀にやってきたんですよ。で、日本人漂流民を送り届けて、あわよくば港を開いてくれということで来たんですけれども、日本側がですね、これはイギリスの軍艦と誤認したんですね。別に武器持ってなかったんですけども、それで、砲撃しましてですね。で、報復に来るんじゃないかっていうことで大騒ぎになって、で、当時のね、老中水野忠邦が、ちょっと江戸湾の防衛体制を見てこいっていうことで、調査隊を派遣すると。で、そのリーダーが二人いてですね、目付、
目付っていうのは、旗本御家人の監視役ですね。警視総監みたいなもんかな。そういうちょっと怖もての役職なんですよ。で、その目付のですね、鳥居洋蔵という人物と、二代目代官の江川秀達さんがですね、この江戸巡視を行ったんですよ。ところが、この鳥居洋蔵っていうのはですね、もともと儒学のですね、林家の出身でですね、非常に蘭学に対して警戒心を持っていたと。あいつらはその西洋かぶれだという考えだったんですね。で、その蘭学者たちと親しい江川さんとは、当然、意見が合わないということで、渡辺崋山や高野長英が、幕府の解剖政策が生ぬるいというようなことを言い出すと、それはですね、幕府に対する批判でやると許さないということで、蛮社の獄っていうのがありました。うん。で、大勢捕まってですね、渡辺崋山は自殺。で、高野長英は終身刑だったんですけども、牢に放火して脱獄してですね、で、しばらくは潜伏するんですけども、まあ、最後は捕まって、で、捕獲の際に殴られて死亡と、こういうことですね。はい、これが蛮社の獄。それで、江川さんもですね、当然失脚の浮き目を見るんですけれども、水野忠邦が非常に彼のことを買っていたので、で、事なきを得たということですね。で、その後江川さんは、韮山に反射炉を作ったり、あとはですね、江戸を守るためのですね、砲台ですね、砲台を作る。これが、お台場ってやつですよ、お台場。うん、あれ作ったのが実は江川さんなんですね。そして実際に、ペリー来航に立ち会うと。いうことになります。で、その江川太郎左衛門さんがこれを作れたっていうのはやっぱりあれですか、長崎経由のオランダのあれですかね。そうですね、うん、この江川太郎左衛門さんっていうのは悪名高き江戸幕府の鳥居洋蔵との確執の中で、だから鳥居洋蔵はあれ林家の、はい、生まれで養子に行ってる人なので、はい、いわゆる朱子学的な考え方だったんですよね、はいはいはい、だけど彼は非常に解明的な考え方で、はい、例えば高島秋帆、うん、長崎で法学を勉強して、はい、高島平で演習をした、うんうんうん、その高島秋帆なんかを鳥居洋蔵は貶めて、うん、それで蛮社の獄になるわけですよね、うんうん、で、そういった人をまあバックアップした人ですから、うん、だからこの江川太郎左衛門さん、まあ、秀達さんでこの人のなんて言うんだろうな小説みたいなやつはいくつかあるんですけど、うん、案外日本の人たちには知られてない感じですね、うん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 、で書量がひどく大きくてね、うん、ちょっと記憶に間違いなければ西東京市の方、うん、伊豆、うん、西東京市、それから山梨にも書類を持ってたんですよ、うんうん、だからそれだけのね領地をコントロールできる人っていうのはそんなに幕府の官僚でもいなかった。だからなんか東国の幕府直轄領の総まとめみたいな、そんな形ですね。そうですね、この二代目代官っていうのはそうです、うん、そうです。だから、うん、秀達さんがもう少し長生きしてたらね、うん、やはりちょっとやっぱりやりすぎっていうか仕事しすぎで、うん、それで病気になって、あ、そうなんですか、うん、早く亡くなっちゃうんですけど、うん、彼のようなね解明的な幕臣がね何人かいたので、そういう人たちがリードしていけば、うん、また違うね明治維新の形もあり得た可能性はありますね、うんうんうん、で江川太郎左衛門っていうのは役職であってずっと代々つないでいって、だからその秀達さんは30何代目かですよね。あ、何代目かちょっと覚えてないんですけど、はい、そうですね、うん、だやはり世の中には DNA 保存の法則が効く家系があって、うんうん、で江川家っていうのはやはり素晴らしいなんていうんですかね、うん、DNA を伝えてますよね、うんうんうん、
なんか私たちはなかなか伝えにくいですけどね。いや、まだ分からない。私の息子はなんか分からないですけど。花開くかもしれないですか。はい。夕方5時までなんで、もう今日はもう閉まってます。はい。翌日、とってもいいお天気で富士山がくっきり見えますけれども、ここはですね、反射炉から北に 1.5km ほどのところにある二代目代官、江川太郎左衛門さんのお屋敷です。当時のまま残っているのですが、残念ながら修復中でした。これは入り口ですね。で、中に入ります。400年前に建てられた木造建築ということですね。で、江川さんって今でもいらっしゃるんですね。はい。中はこんな感じです。昨日イギリスの測量船マリナー号が来て、はい、追い返したって話をしたでしょ、はいはい、あ、これを着てたんですか。こういうパナを着て、これで武士にそのフランスっぽい、はい、フランスの陸軍っぽい、はい、あの制服を着させて、これで追い払ったと、談判して、すごいですね。でこれが私が翻訳した1852の中に書いてあるんです。なるほど。純乱多数言うたちで交渉に臨みます。それを見たマリナー号の官僚は交渉に応じ、堂々とした態度で感銘を受け、すぐさま退却すること。この人ですね。そう下関戦争の時の高杉晋作みたいですだそうですよ。ああ、すごいですね。大名ですよ。大名ですよね。十万石の大名もそうそういないですよね。すごい大名。これがアーロン・パーマーの検索にあるお土産の一つですね。こちらですね、もしよろしければこちら前まで来ていただきたいのですが、はい、今ちょうど時間的に日が差してちょうどいいですね。こちらですね、小屋組み作りといいまして、ネジや釘を一切使っておりません。木の柱だけで組み合わせたものになっております。そうすることにより今でいう耐震構造になっているそうです。その証拠に実はこの江川邸、1600年に建てられてまして、伊豆半島で一番古い邸宅と呼ばれております。まあ、日本はすごく地震が多いので崩れなかったの、このおかげはあるかなと思います。
そしてですね、失礼いたします、続いてこちらお願いいたします。ちょっといいですか。はい、どうぞ。生き柱の説明をしてください。はい、かしこまりました。はい、こちら生き柱となっております。特徴が、木が丸々1本使っています。はい、そしてですね、今私江川邸1600年に建てられたなんてご案内したのですが、多分それより前にあったんじゃないかと言われております。これですね、生き柱、そちらにサンダルご用意したので、もしよろしければ間近に見ていただきたいのですが、足元お気をつけください。これよく見ると下の部分が違う素材付け出してあるんですね。確かに。はい、で、あれ、じゃあその根元どこ行ったのっていうと、実はこっちにあるんですよね。はい、こんな感じになってまして、根元がくびれてるので危ないから切ったのではないかと言われているそうなんです。そしてですね、もう一度生き柱に目を移していただいて、祀ってありますね。はい、昔はやはり今よりすごく信心深かったので、木の神様いるということでこうやって称えられてたので、まあ神様を捨てるわけにはいかないということで、このような形でちゃんと取っておいてあったのではないかと言われているそうなんですね。つまり、はい、ここに生えていた木ってことですか。ですね、ちょっとそれがまだ詳しくってことは分かってないんですよね。ではですね、続いてこちらを説明したいと思います。はい、5分バージョンで一番覚えて帰ってほしいのがこの項目になっております。はい、ではですね、こちらがこの江川邸にお住まいでした江川太郎左衛門こと秀達になります。戦前の歴史の教科書には載ってたのに削除されてしまったことにより、これ載ってたの、戦前載ってたそうです。あ、そうですか。はい、なので、皆さん覚えて帰ってねなんてご案内させていただいてるんですよ。ではですね、この秀達さんの下5つのことご案内したいと思います。はい、まず1つ目、韮山反射炉を作れました。2つ目、東京お台場に大砲を作りました。はい、その後は今を見ることができます。3つ目、パン祖と呼ばれる日本にパンを広めた方です。はい、パンのお父さん、パンのお父さんですね。はい、4つ目、気をつけ、右向け、右を考えた人です。5つ目、日本で初めてヨットを作りました。ではですね、時系列について説明。ヨットってディアナ号のこと言ってるの？ヘダゴのヘダゴの国沢方のこと言ってるの？はい、そうです。あ、そう。はい、なっています。ではですね、時系列について説明したいと思います。秀達さん1801年に生まれます。35歳で代官となった秀達さん、時は幕末、日本は鎖国をしているのですが、その頃から日本の周りを外国の船がうろうろするようになったり、アヘン戦争に負けた中国がひどい目に遭う時代となっています。それを見た秀達さん、日本は海の防衛と書きまして、海防を強くしなければいけないと思うようになります。そこで41歳の時に高島秋帆さんから高島流砲術という最新の大砲の技術を勉強します。それをわずか1年半で習得してしまった秀達さんは、それを皆さんに教えたいという気持ちで韮山塾という塾を始めます。ちょっと後ろ振り返っていただきまして、机の置いてあるお部屋ございますね。あちらが当時の座学の場所になっていました。お直りいただきまして、こちら当時の塾生名簿になっております。北は北海道から南は薩摩まで、実は全国から人が来ていた幕府公認の塾だったそうです。そしてですね、この韮山塾、座学だけではなく、このような形で大砲の実践訓練もしていたそうです。ちなみにこれ秀達さんが描いた絵だそうです。はい、で、何日も山にこもって大砲の訓練もしていたのですが、これ食料の問題があったそうです。おにぎりだとすぐ腐ってしまうし、お米を炊くと今度は煙で敵にバレてしまうということで、秀達さん目をつけたのがパンになるわけです。はい、その頃もちろん長崎県の出島でパン作られていたのですが、出島の外でこうやってたくさんの人に食べられたということで、パンを広めたパン祖と呼ばれております。さらにですね、こちら集団で行動をしていたために、今までオランダ語の氷を使っていました。しかしそれじゃ分かりづらいということで、それを日本語に訳したのが気をつけ右向けということになります。さて、そんなさなか恐れていたことが起きてしまいます。それが1853年7月にペリーが黒船を連れてきてしまいます。ペリーは開国をするように迫るのですが、幕府は返事を待つように言います。するとペリーは1年後にやってくると言って帰ってきます。そこで続いてこちらの地図を失礼いたします。そこで幕府は江戸を守るために大砲を作る計画を始めます。東京お台場埋め立て地ですので、ブルーの部分が当時の海となっております。
その時大砲に一番詳しいものは誰かとなった時に、先ほどの韮山塾の功績があったかと思います。秀達さんに白羽の矢が立つわけです。ペリーが来て1年も経たないうちに第1、第2、第3台がなんと完成してしまいます。ところが幕府が混乱してるのをいいことに、ペリーさん1年後に来ると言ったのに、なんと7ヶ月後に来てしまいます、うん、しかし建設途中のお台場を見て浦賀に引き返していったそうなので、うん、こちらのお台場計画成功と言っていいのではないでしょうか、うん、さらにですね、実は同じ頃に秀達さん、自分の地元にも最新の大砲を作る設備が欲しいと思うようになり、こちら韮山反射炉の建設を開始します。ところが1855年に秀達さん急死してしまいます、うん、その遺志を引き継いだ息子の秀俊さんによって1857年に韮山反射炉が完成いたしました。でですね、最後にこの4個のお話をさせてください。こちらですね、秀達さんが亡くなる数ヶ月前のお話になります。ロシアの船ディアナ号が駿河湾沖で沈没してしまいます。幕府はその船員さんたちを国へ返すために船を作るプロジェクトを始めます。その現場監督の責任者として秀達さんが任命されます。ロシア側が設計図を書き、地元の人たちが作った船ヘダ号が日本で初めて作ったヨットと呼ばれています。それだけではなく、その時に関わった船大工さんが後に造船会社を作ったり、軍艦を設計したり、世界遺産になりました、山口県萩の造船所でも後に働く者が出てくるので、秀達さんが亡くなっても韮山反射炉、ヘダ号と未来に受け継がれるものがあるかと思います。ではこちら5分バージョン以上となっております。ありがとうございました。ありがとうございます。ヘダ号の絵とか残ってるんですか？はい、です、絵は、こちらに多少残ってるのと、あと、まあ、ヘダにある造船資料館っていう場所があるんですよ、そこ行くと、あの、まあ、絵あったかな、模型があるのは確かなんですよ。はい、絵も確かあったと思うんですけど、はい、江川太郎左衛門邸のガイドの鈴木さんです。こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと太郎左衛門の魅力を全国の皆さんにこう熱く語ってください。わかりました。はい、江川邸の学芸員の先生がおっしゃるに、はい、江川秀達は日本のレオナルド・ダ・ヴィンチだと言われています。本当に彼はすごい才能があって、はい、絵や書、まあ、楽観といってこれも彫っていたり、すごい芸術に秀でてるんですね、うん、それだけではなく独学で、まあ、韮山反射炉を建設したり、うん、それだけではなく人としてもすごい温かい人なんですね、うん、優しさにあふれてる人なので、うん、本当にこんな万能な人いるのってちょっと疑いたくなるぐらい本当にすごい人ですね、うんうん、だからあれですよね、その大官としての仕事がものすごくあって、それ以外にそういう絵とか、はい、自然科学とか、はい、独学でやったっていうことでしょ。はい、そうですね。ものすごいエネルギーですね。そうなんですね。で、あの江川邸にその秀達さんに関する絵がたくさんあるんですよね、うん、ですごく忙しかったし、55年っていう短い生涯のはずなのに、うん、なんでこんなにあるんだって言うと、うん、やっぱりまあ早書きだったんじゃないかって言われているそうなんですよね。早い、早くもう絵を描いてたみたいで、うん、まあやっぱりそれだけ、それもすごい話だな、うん、さっきの絵もなんかそんな感じデッサンっぽい感じでしたね。そうですね、はい、うんうん、さっきあの車の胴に指挟んで今腫れてるんですが、痛みを忘れるくらいですね、はい、あのすごかったです。あ、よかったです、そうおっしゃっていただいて嬉しいです。はい、はいということで、ここは最寄り駅はどこですか？はい、ここは、伊豆箱根鉄道の韮山駅になります。韮山駅ね。はいはいはい。ちょっとあの駅から30分ほど歩くので、ちょっと遠いかもしれませんが、はい。はい、なんかバスとかあるんですか？バスもありますし、うん、まあ、はい、本当に富士山がすごい綺麗なので、うん、まあ、富士山見ながら楽しんできていただけたらなと思います。うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。